今回はですね、これインナーウェアですね。メディックスさんでよろしいんでしょうかね。この着心地と性能をですね、ちょっと感想をいただきたいということで、私の方でこれを着用して体の動作などをですね、ちょっと調べたいなということで、前で少し投げるかもしれませんけれども、まあ、まずはどんな着心地なのかですね、ちょっと試したいと思いますので、少々お待ちください。着替えてきます。というわけで、ちょっと着用してみましたね。着心地としてはですね、まあ、まず非常に今までのこう着ていたアンダーシャツよりはサラッとした感じは受けます。そしてですね、これですね、この肩甲骨周り、おそらくこれがですね、キュッと締まってることによって、人間だけで出せるパワーをちょっとさらにパワーアップするために補うと、こういう肩甲骨と補うというところでの、人では出せないものを出すんではないかなというふうなウェアのような気がします。それではですね、これから私の続き中央ボイドのグラウンドに行って、これがどれぐらいの効果を発揮してくれるのか、まあ、ボールを投げたり、まあ、少しテスト的なことをやってみたいと思いますので、じゃあこれから練習場に行ってまいります。着用をせずにですね、投げました。着用してないとやっぱり体がこう守られてない感じはしますよね。それではですね、ミラキルですね、このウェアですけれども、これを着用して、今から投げますので、その感想をですね、皆様にお伝えしたいなというふうに思いますので、じゃあこれから投げます。じゃあ行きます。それではですね、ミラキルを着用して、大体20球ほど投げました。普段のですね、僕、アンダーシャツというのは、このミラキルと違って、どちらかというと、少し柔らかめ、まあ、フィットするタイプではあるんですけれども、柔らかめのアンダーシャツを普段は着ていると。で、今回このミラキルですけれども、ちょっとこう、厚めではあります。そして、なおかつ、このフィット感ですね。このフィット感によってそのパワーが伝わるんではないかなというふうには感じました。この肩甲骨のこれですね、これを着用することで、まずね、姿勢ですね、人って猫背になりがちですけれども、これをまず着用することによってちょっと背筋が伸びるなという印象です。で、その中であとはこのフィット感、伸縮というんですか、この伸び縮みですけれども、これに対して人間が持っているこうポテンシャルですか、それをですね、助けてくれるようなって圧迫することによってでパワーを生み出すんではないかなというふうには感じました。テイクバックの時ですね、普段投げている時というのは柔らかい生地ですので、そんなにアンダーシャツの力を借りてるという感じではないんですけれども、このミラキルを着用することによってキュッと締められて、自分で体を動かさずともしっかりこの伸縮のタイプで伸びて帰ってくるとということは、腕の振りもしっかり振れるんじゃないかなというような印象でした。非常に、まあ、着心地もね、まあ、いつもと着ているものが違うので、若干の当然違和感はあるんですが、着てみると、まあ、そのうち慣れてくると思うので、そして、自分でこれからこれを着用して、投げるということになると、先ほども言いましたけれども、この生地のパワーを筋肉代わりでしょうか、ね、そういった形でパワーを貸してくれるんじゃないかなというような感じがいたしました。ぜひ、皆様もね、お試しにね、着用してはいかがかなと思います。注文に関しては概要欄記載のリンクより LINE 登録限定者クーポンを受け取ってから幕開けですねに
にて、ご購入していただけたらと思います。それではぜひ皆様お試しください。前田でした。